はい、こんにちは、トグリーです。今日はですね、ファミマの CMO の足立さんの記事がビジネスインサイダーに出ていて、ちょっとしみじみしてしまったので、そちらをご紹介したいんですけど、ビジネスインサイダーの記事は、これもちょっと会員限定記事なんですよね。ファミマのプライベートブランドのファミマルについての記事で、売れのアクセルの踏み方見えてきた。ファミマの PB が好調。1年で仕掛けて美味しいの伝え方っていう。足立さんと、商品本部のファミマルブランドマネージャーの柘植さんでいいかな、のインタビューで、ちょっと、有料会員向け記事になって途中までしか契約されてない方は読めないと思うんですけど、その部分だけでもね、結構ね、刺激になると思うんですよね。僕自身が、白状すると、我が家は近所がセブンイレブンなんで、セブンイレブンなんですけど、ファミマはそういう意味では、ファミチキとかよく食べに行きますけど、そんなにしょっちゅう行かないし、買うならお菓子とか飲み物とかなんで、そのファミマルってブランドを変えて力を入れたときに、僕からすると不運ぐらいだったんですよね。いかに見る目がないかって話なんですけど、この記事を読むと、ファミマルがファミリーマート全体の売り上げを牽引してるらしいんですよ。ファミマルっていうのは、いわゆるそのコンビニのプライベートブランドで、お母さんが入ってからリブランドして、注力し直したんですけど、ファミマル開始後1年間で投入した新商品、リニューアル商品は1000を超えるらしくて、相当やっぱりがっつりテコ入れしたらしいんですね。で、今、1日あたりの平均売上の1店舗あたりの売上がファミマ2位っていう。この辺とローソンさんとファミリーマートさんの激しい戦いが行われてるんですけど、これね、グラフがなかなか素晴らしくて、そのファミマルが出てから、実際、その日商がやっぱり、当然ファミマルはリブランドしたのも聞いてて、テンパーアップぐらいなんですよね。で、全体の店舗の日商もそれで4%、5%ぐらい引き上げられてる感じなんですよね。これね、ちょっとそのスタートアップ界隈にいる人からすると、なんか年間売上倍買ゲームみたいなのに慣れちゃってるかも、10%かーって思うかもしれないですけど、このファミリーマートの規模で、その10%、これ日商ですけどね、その既存店の日商なんであれですけど、そのお店の売り上げが10%上がるって凄まじい成功ですからね。これはね、すげえなと。リブランドしたから上がるでしょって単純に思う人もいるかもしれないですけど、上げるのめちゃめちゃ大変だと思うんですよね。で、足立さんらしい逸話だなと思ったのが、パッケージ写真の選定には今この瞬間世間的に美味しいと思われている写真を参考にしています。今レシピサイトなどを見ると料理の写真は俯瞰で撮られているものが多いですよね。と。なので、パッケージの写真もそういう方向に変えました。その結果、今までも実はファミマルよくできてて美味しかったんだけど、パッケージをちゃんと変えて美味しいっていうのを伝える努力をしたことによって、売り上げが上がるっていうね。これその、これね、後から聞くとそうだよねって思うと思うんですよ。こういうパッケージにすればいいじゃん。最初からすればよかったじゃんみたいな。思うと思うんですけどね。当然、その、アレスが来る前もプロがやってたはずなんですよね。その、いろいろけんけんがが議論してパッケージを決めてたはずで、それがやっぱその、アレスさんが入って手こ入れすることによって上がるっていうのはね。当然、その、たまたまうまくいったっていう見方もあるかもしれないですけど、アレスさんのことは僕は、その、マクドナルドの V 字回復を、アレスさんは、された方で、僕も当時マクドナルドファンだったんで、そのマクドナルドさんでその異物混入騒動があって、一時期ね、マクドナルドなんてもう時代遅れな外食だからもう終わりなんだみたいな専門家の人がやたらと出てきたタイミングがあるんですけど、もうそれムカつきながらすっげえ記事を苦々しく読んでたんですけど、足立さんが入って、その、あえて背徳感って言葉を使ったりされてましたけど、その、楽しく美味しいもの食べようよっていう感じのキャンペーンをガンガン仕掛けられて、見事な V 字回復されたんですよね。で、今回ファミリーマートの CMO に移られた時に、僕はその足立さんは結構その
立て直し屋だって自分でもおっしゃってたんで、まあ、ファミリーマートうまくいってんのに、和田さんが入ってそんなに変わったりするのかな、すいません、正直思ってたんですけど、変わるんですよね。小売とか結構ね、変えるのめちゃめちゃ難しい組織の一つだと思うんですよ。やっぱりその日本的なこう、悪い方の文化が出やすい構造だったりすると思うんで、でも多分和田さんは、その、ある意味社内の議論をうまく誘導してるんだと思うんですよ。誘導って言葉は良くないかもしれないですけど、もうこれ完全に外からの想像ですけどね。やっぱりその、あえて1位を目指すっていうふうに言ってみたりとか、その、いろんなことを手掛けられてるんですよね。これ日経クロストレンドの記事も、ちょっとこれ、24時間限定なんで、すぐ読めなくなっちゃいましたけど、貼ってありますけど、コンビニって従来、多分新商品をガンガン入れ替えるっていうのは、やっぱり基本的な考え方だったと思うんですよね。その、日本のメーカーがなんであんなにいっぱい新商品作らなくちゃいけないかっていうと、コンビニが求めるからですね。で、コンビニの方々はやっぱりその、お客さんというのは新商品に、を買いに来るから、新商品をガンガン並べるのがいいのであるっていうふうに、やっぱりみんな思っちゃってたっぽくて、和田さんはそこを逆に、新商品がないと売れないっていうのはマーケットの怠慢だから、定番商品を売れるようにするのであるって言って、定番商品手こ入れして、見事に当ててんですよね。この、なんだろうな、後から那須さんに説明されると、あ、そうですよねって思うんですけど、現場にいる人たちからすると意外に見えにくくなってるところを、多分、現場の人たちと議論しながら見つけるんだと思うんですね。足立さんもその実際にそのお店に入って現場のオペレーションを手伝った結果、いろんなことが見えてきたみたいなくだりがありましたけど、なんだろうな、この すいません。別に何を紹介したいわけでもないんですけど、この足立さんがすごいって話を言いたいだけなんですけど、で、その、本当なんだろうな、その外部から入って、中の人たちの、こう、能力を引き出すのに、足立さんはすごい長けてる方なんだと思うんですけど、足立さんが職場にとして入ることによって、実はその現場の人たちも問題意識を持ってたんだけど、変えれなかったこととか、ただその外部の視点から、ああ、なるほど、そうなのかと思って方向性を変えて頑張った結果、うまくいくみたいなことが、多分今連鎖してるんじゃないかなと思います。きっといつか私さんがファミリーマートを退任されたら、それの振り返りを本で出されると思うんですけど、他の昔、私さんが出された劇薬の仕事術っていう本の紹介記事を書いたことがあって、まあ、その時にその私さんがいかに面白い人かっていうのを、その記事にまとめてるんですけど、この結局の仕事術に結構その、足立さんの仕事の考え方が結構きれいに整理されてるんで、特に若い方、ちょっと僕みたいな年齢になるとなかなか仕事のやり方変えるの難しいと思うんで、若い方はね、今のうちにこのちょっと劇薬の仕事術、タイトルがちょっと怖いんで、ね、ちょっと手伸ばしにくい書籍かもしれないですけど、結構これを読んでいただくと、劇薬の仕事術っていうか、なんかすげえトリッキーなアプローチなのかなと思ったら、案外そうでもないです。聞くと、ああ、なるほどっていう、一見大企業では非常識に聞こえるんだけど、冷静に、田中さんによれば、そうだよねって思えることが結構満載なんで、特に若い世代で、まあ、組織に揉まれて、こう、ちょっといろいろ悩んでる方には刺激になるところがあると思うので、足立さんのね、仕事の仕方、足立さん自分自身も自分はマーケターじゃないみたいな言い方をするんですよね。明らかにマーケターだと僕は思ってるんですけど、いわゆるその狭い意味でのマーケティングしか考えない人じゃなくて、全部考える人なんですよ。企業立て直し屋なんて。そういう人の仕事術が、この劇薬の仕事術にまとまってますんで、それ読んだ方がいいですよっていう紹介でした。はい、フィードバックとか情報提供、ツイートやコメントでいただけると幸いです。どうもありがとうございます。